そしてトフェルは三笘をその後継者にするかもしれない。プレミアリーグトットナムのポステコグルー監督が日本代表でブライトン MF 三笘薫を絶賛した。27日に英国メディアフットボールスコットランドのインタビューに応じ、横浜監督時代に三笘の J リーグデビュー戦を見た。彼は大学を卒業して間もなかったが、ディフェンディングチャンピオンの我々を壊したと振り返った。また同監督はセルティック監督時代に三笘と契約したかったが、ブライトンに取られてしまったと続けた。同監督は今季、トットナムの指揮官に就任しただけに今後、三笘獲得に動く可能性は十分ある。三笘がトッテナムにタイトルもたらしたら熱い。トッテナム行ったらもう出れないからな。最終的にどのチームを目指しているのかによる。確かに損の代役としてはうってつけだろうけど、いい監督だし、今のトッテナムに移籍するのは面白そう。今季はブライトンで爆発してくれ。トッテナムなんだかんだ雑魚すぎるからな。普通にステップダウンやろ。どのチームも三笘欲しがるだろう。サラーがいなくなったリバプールから声かかるのも時間の問題。ポステコマジでオファーしてきそう。三笘契約更新したっけ？移籍金上がったらどこも手が出せないだろう。セルティック監督交代してからパッとしないな。J リーグからプレミアまでのし上がるってすげえよ。ポステコトッテナム再建したらすごいよ。三笘はメガクラブ移籍だろ。ブライトンで終わるのはもったいない。相棒の青にも期待してます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価をぜひお願いします。